姫の沢公園の今ですね、峠の広場というところですね。ちょっと展望台があるので、ちょっと登っていってみようと思います。未知との遭遇ということですね。こんな感じで帰りますね。ここ見晴らしがめっちゃいいんですね。水がめちゃくちゃ良かった。これはすごいですね。島と伊豆大島がバッチリ見えますね。ちょっとこの動画だと、今一つかな。素晴らしいです、眺望が。ここからだと富士山を見えるですね。ちょっと歩いてみますね。元のところに戻って、一体どういうふうに行けばいいのかわからないんですけど、ここはすごい、話は素晴らしいですね。例えば、あれ、なんか誰だっけな、実朝、誰だっけな、忘れちゃったな、の歌碑があるとか書かれてたような気がしたけど、ちょっと待てよ、こっちでかどっかわかんないな。そうだね、歌人だったんですよね、彼は。でもあったんですね、三大将軍、鎌倉幕府三大将軍の実朝。これかな、これじゃねえ、これか、これですね。何書いてるか分かんないって感じですね。はいはい、これが多分総理だと思います、実朝。じゃあ、まあさらに進んでみます。なんか家が建ってるんですけど、これは何なんですかね。トレーラーみたいなやつですね。十国峠の展望台は確か富士山見えたかな。そこは走ってるのかわかんないけど、車できたらぜひ、海に車できたらここも来てください。あ、書いてありますね、実国とケーブルか。お、富士山見えてきましたよ。
強いけど、いやおかげで富士山もよく見える。ここ素晴らしいっすね。もうまあもう山ですからね、ほぼやばか。よく見えるわ。こんなところ知らなかったわ。多分あれが十国峠のケーブルカーで上がってきたところじゃないかと思います。はいはいはい、私はもう一番上に来たから降りていくことも、まあ意味もないんで乗りませんけど、多分十国峠にの下まで駐車場とかあると思うんで、ケーブルカー乗りたい人はね、ここまでなんか車で来てる人いるね。あ、仕事でか、やだ。建物に向かって歩けばいいんじゃないかと。そんな大した距離じゃなかったなと。どっち行けばいいのか、とりあえず上がってみますか。上がれば見えるからね。いや上がったけど、まあ、特に意味がなかったか。ダイナミックな風景全然伝わらないよな。素晴らしいですよ。今日はもうあったかいんだけど、相当標高が上がってきてるから寒いね。ここはまあ風とかは冷たいですね。ちょっとあの展望台に上がればまあ富士山もよく見えるでしょう。いや本当にね、来てよかったですわ。ここは素晴らしいですよ。を見ると上総山脈、まあ、なるほど。こっちで上総山脈の国と下総武蔵、
い景色です。それでは実刻峠